アルファロメオ147は、イタリアの自動車会社アルファロメオが2000年から2010年にかけて製造・販売したハッチバック型の乗用車である。アルファロメオ147、リア145、146の後継車種で、2000年のモンディアルドロトモビルでデビューを飾り、2001年のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞している。 スタイリングは当時アルファロメオデザインセンターに在籍していたワルテル・デ・シルバ、アンドレアス・ザ・パティナス、ボルフガング・エッガーの共同作業による。2004年に行われたフェイスリフトはジョルジェット・ジュージアーロが担当し、ヘッドライト、テールライト、フロントグリルの衣装を大きく変更、内装アップグレードのほか、新型ディーゼルエンジン追加、サスペンション改良なども行われた。 2010年に後継車種のジュリエッタが発表された。エンジンはすべて直列4気筒で、ガソリンが4種類、ディーゼルは6種類が展開された。駆動方式は全グレード FF である。トランスミッションは5速マニュアルの他セレスピードと呼ばれるセミオートマチックトランスミッションも用意され、156で初めて採用された。セレスピードはその後、 細部の改良が進み格段に故障が少なくなったばかりか変速時のタイムラグも若干ながら改善された。またステアリングの表側に設置されていた変速ボタンはステアリングホイール裏側のコラムにパドルの形で移設された。サスペンションはフロントにダブルウィッシュボーン、リアにマクファーソンストラットを採用し前後ともにコイルバネである。ちなみに 前期型のテールランプは ASL がライアに使用されている。日本では2001年10月からフィアットオートジャパン株式会社が輸入を開始。2002年度インポートカーオブザイヤーや2002から2003グッドデザイン賞を受賞している。2007年に輸入元の社名変更に伴いフィアットグループオートモービルズジャパン株式会社となる。6エアバッグや高級オーディオ、 各種の走行安全装置を搭載することから価格は200万円台後半から400万円台後半となりコンパクトカーとしては非常に高価な部類になる。しかし各社も追随して同様の車種を販売していることからプレミアムコンパクトという乗用車の中のカテゴリーを築くことに貢献したと言える。日本に導入されたのは下記のガソリンエンジンのみで ディーゼルエンジンの輸入はなかった。2009年10月からは、スペチャーレ、スペチャーレプレミアム、スペチャーレスポーツの3グレードで 2000cc エンジンに5足、セレスピードの組み合わせのみとなった。2011年3月に、完売のアナウンスが、フィアットグループオートモービルズジャパン公式サイト上で、発表された。ありがとうございます。